長瀬角、近畿との共通点を追いかけた二人組再出発の興味深い物語。キングプリンスが平野史洋、岸優太、神宮寺優太の三人の脱退により、長瀬角と橋山の二人体制となったことは、音楽動会に大きな衝撃を与えました。しかし、彼らの新曲が好調な滑り出しを見せ、6月21日の発売初日には驚異的な46.1万枚を売り上げるなど、 二人組としての成功を予感させました。この新たなスタートを切る前日、長瀬角の姿が東京、日本橋で目撃されました。目撃者によると、長瀬角とキンキキッズの二人が日本橋の神社でロケを行っていたとのことです。音楽関係者によれば、岸優太は以前からキンキキッズのファンであり、CM で共演するなどの経験もありました。さらに、堂本光一さんが主演する舞台にも出演し、 直接指導を受けたこともあると言います。一方、長瀬角は岸優太を通じて近畿、キッズの素晴らしさをよく知っており、彼らに憧れを抱いているそうです。したがって、このロケで二人は長く活躍するための秘訣を学んだ可能性が高いと言えます。最近のインタビューでは、長瀬角は橋山との関係について聞かれ、俺は兄弟だと思ってるよ。時々、なんで俺らって名字が違うんだろう って思うぐらいと答えています。長瀬角の発言は、近畿、キッズを意識したものだったのでしょうか関係者によると、長瀬角と橋山は仕事以外でも一緒に食事に行ったり、カラオケを楽しんだりするなど、多くの時間を共に過ごしているようです。また、将来の仕事についても熟慮して話し合っているそうです。キンプリと近畿キッズには、二人組という共通点以外にも興味深い事実があります。それは、 どちらのグループの名前にも、金という文字が含まれているということです。音楽業界では、金がつくグループはスターになるという法則があると言われています。これは、かつて、他の金トリオとして人気を博した時代から伝えられている法則なのです。金プリは最新の新曲で、デビューシングルから13作連続で初週売り上げ30万枚を超える記録を打ち勝てました。金期が2001年に達成した。 12作連続30万枚超えの記録を更新し、キンプリが歴代単独1位の快挙となりました。ただし、キンキはデビュー以来、46枚のシングルすべてが初週売り上げ1位を獲得しており、これは彼らだけが達成した金字塔ですと音楽関係者は語ります。長瀬角はキンキ、キッズへの憧れと同時に、いつか追い越せるように、という気持ちも抱いているようです。 キンプリが二人組として再出発したばかりの状況で、彼らがキンキ、キッズとのロケを行った場所は開運の堀役がある神社であったと報じられています。もしかしたら、長瀬門は、キンキ、キッズの記録を打ち破るという願いを込めていたのかもしれません。今後のキンプリの動向に注目が集まっています。彼らの新たなスタートとキンキ、キッズとの共通点を追いかけた二人組の再出発には、 多くのファンが期待と応援を寄せています。最新の情報を受け取るためには、ぜひチャンネル登録をしておきましょう。